ち当てられへんと思いますよ。さっき止められてましたし。Oh.
ですが、その東尋坊名前の由来はですね、その昔、今から約800年ほど前となりますが、その昔、この福井県勝山市にあります平泉寺というお寺の創建に東尋坊という名の道理に僧とは日頃東尋坊を非常に憎んでいたため、ある日三国の海岸の見物にこの東尋坊を誘い出し、酒を飲ませてこの絶壁より突き落とし殺してしまったそうでございます。すると空が明らかに曇り出し、大変大きな轟音を飛ばして40時は荒れ続けたそうでございます。人々はこれを死んだ東尋坊の団体と恐れ、いつの頃からか死んだ王様、この東尋坊の名前を借りまして、この辺り一帯をこの王様の名前で呼び寄せたそうでございます。さあ、それでも東尋坊入っていきましたね。横に見えてますこの黒っぽい岩石の一帯が東尋坊です。はい、簡単に申しますと、坊主が坊主を突き落としたところです。皆さんは猫として尊されますから気をつけてください。ここの辺りある方、ドキッとした方、気をつけてください。さあ、船も東尋坊入ってきましたから、右側のお客様、そちらの窓を開けてもらって構いません。写真撮られますか？どうぞ右側窓を開けてありまして、お写真撮ってください。すいませんが、左側のお客様、そちら左側窓を開けるとしぶき上がってきますから、すいませんが、左側のお客様は窓を開けないようにお願いしますね。また、東尋坊見えてますが、上の方、東尋坊タワー立って見えてます。このタワーの高さは55メートルございます。海抜が100メートル、昭和89年に完成したタワーになっております。また見るとマツゴキたくさん生えてまして、このマツゴキ生えてるこの辺りにはアリソ遊歩道が伸びてます。このアリソ遊歩道には日本海に露出しており、日本海
800km 進んできますと、なんと北朝鮮となっております。
はい、朝鮮です。行ったら帰ってこなくなります。この辺りで U ターンしてまいります。さあ、皆さん、沖の方です。見てたらミサイルが見えるかもしれません。さあ、それではですね、U ターンしたら反対側の島の方となりますから、また向き直して頑張ってください。U ターンしまして、船向き直しましたら、左側の窓開けてもらって構いません。U ターンさん、まだもう少々お待ちになってください。お願いいたします。U ターンしてるとき開けますと、しぶき上がるときありますからね。向き直すまで、もう少々お待ちください。はい、じゃあ向き直しました。それでは左側のお客様お待たせいたしました。それでは今度はそちら側の窓を開けてもらって構いませんが、右側のお客様すいませんが、右側を開けると、しぶきかかってきますから、すいませんが、右側のお客様そちらの窓を開けないようにお願いいたします。では横の島をご覧ください。こちらの島、U 島と書きまして、お島と申しております。お島はございますが、この島の裏側、島の向こう側には越前松島水族館もございます。遊覧船、切符売り場でお得な水族館と遊覧船のセット券も売っております。皆様、お持ちの切符も半券ございますが、遊覧船、切符売り場で見せてもらえますとセット券になります。ちなみに越前松島水族館の方ではセット券は売っておりませんから、気をつけてください。なりますとちょうど島の真ん中のあたり、お島灯台見えております、このお島灯台見えておりますが、灯台の右横のあたり見てください。小さい木造の小屋が見えております。この小屋がなんと密入国者の監視小屋となっております。1960年代、昭和40年代から昭和50年代にかけまして、この日本海側で密入国者が大変多かった時期に保安庁が建てた小屋になってます。今はこの小屋は保安庁は使っておりませんが、今はこの小屋は海女さんの監視小屋となっております。さあ、密漁したら捕まりますから気をつけてください。さあ、島の岩石も見てもらいますと、お島の真ん中のあたりまで岩石がむき出しになって見えております。岩石は全体的に岩は斜めに傾いておりまして、沖合から押し寄せてくる山並み大変よく似ていますところか、波形岩という名前がついております。全国的にも大変珍しい岩になっておりますから、どうぞよく頑張ってください。さあ、今ちょうど横のあたり魚釣りやってる方いらっしゃいますね。はい、何人かやっております。お島東尋坊、この辺りは釣り場所としてもいいところとなっております。土日祝日休みの日になりますと、多くの釣りのお客様でにぎわうところとなっております。また島の後ろ側は波形の岩だったのに対し、島の前の方は絶壁になっております。先ほど見てきました東尋坊の岩を上下逆さまに吊るしたように見えますところから、逆さ岩と呼ばれております。落ちそうで落ちないのがこの島の岩となっております。たまに落ちてくるのは人間様でございます。また島には昔からも社もありますが、お島の神様はその昔この地にやってくるとき、クジラの背中に乗ってやってきたと言われております。島の形が沖の方から見ると、お島の形がクジラの形に見えるそうでございます。では島の前の絶壁見ると、石灰で岩の色が白っぽくなってます。はい、前のお客様の真横のあたりです。白っぽくなってるこちらの部分を下から見上げると、大きな蜂の巣をぶら下げたように見えるところから、蜂の巣岩と呼ばれております。また蜂の巣岩の上から赤い色の鳥居が見えてきましたが、重要文化財の大湊神社があります。さあ、木の間に鳥居が見えております。どうぞ海の上からでもお参りできます。祀られているのは今年の主の御事、スクナヒコの御事。簡単に申しますと、ここには恵比寿様や船関係などの神様が祀られております。また正面の島橋にかかっておりますが、この橋、ご覧の通りお客様歩いて渡っておりますね。橋の入り口に車止めがついてますから、後で島来られます方は橋の向こうの漁港のところに駐車場がありますから、こちら止められて渡ってください。佐藤神保向かってきます。またテープでのご案内お聞きください。このブラックはアイソーという村で、個数は約300個。生産漁業の盛んなところで、ウニ、ワカメ、ゼンウタ、アワビ、サザエなどがよく取れ、特に越前ウニ
有名でございます。毎年5月から9月にかけて百姓住人の天の口笛がこだまする風景はまたひとしおでございます。それでは東尋坊をご覧ください。タワーの右下に馬琴球になった絶壁がございます。ここが東尋坊でも代表的な絶壁場所、大池でございます。この絶壁は今からおよそ800年前に東尋坊という坊さんが撮影されたところでございます。今から1300年ほど前、福井県の柏町にある天泉寺というお寺の総勢7000のうち3000の総勢は極悪非道な悪僧で、東尋坊と呼ばれた坊さんはその旗頭であったそうでございます。また一方、馬原覚禅という坊さんがおり、綾姫という娘をめぐる恋のライバルでもあったそうです。ある日、天泉寺の総勢40人がこの地に参り、高森をしたおり、馬原覚禅が言葉巧みに東尋坊を断崖に誘い出し、隙を見て東尋坊を突き落としたそうでございます。時は今から800年前、慶応元年4月5日。その後、この坊さんの名を取って、誰言うとなく、この絶壁を東尋坊と呼ぶようになったそうでございます。はい、この東尋坊八尾島のこの辺り、一体平成9年となりますが、1月7日。どうし山本さんから誠か号が流れていたところとなっております。誠か号試験流れていた重油が19,020キロリットル、トラム管理換算いたしますと約10万本分と言われております。1月の2日に島根県沖で船首部分破断いたしまして、7日の朝のサンちゃん、今見てきた大島のところにタンカー流れ着いたものとなっております。では今右側の方に黒い大きな岩見えてきました。氷炭岩となっております。船の横に来た時見てもらいますと、氷炭を横に寝かしたように見えるところから氷炭岩と呼ばれております。はい、今通っていきます。後ろの席のお客様もこちらの辺りからですと氷炭横に寝かしたように見えるかと思われます。さあ、後ろのお客様も横に来ました。ではまた反対側の左手となりますから、抜き直して頑張ってください。なお、東尋坊から大島、松島に至る北地水面500メートル以内に点在する110個の島々は、昭和10年6月に免許および全面整備文部省から指定されました。白っぽい大きな岩がそうです。
また岩の色もだんだん変わっていきますが、見ていますと白っぽいは水星岩から黒っぽい安山岩へと変わっていきます。はい、今前のお客様は横を通ってきますけど、左手手前に大きな穴の開いた黒っぽいが見えております。こちらの岩は松ヶ下、松ヶ下から南側に約1キロ半が東進坊になります。後ろのお客様も横にありますね、大きな穴開いております。それでは船も東進坊へと入っていきますが、この岩石もご覧ください。東進坊の岩は名前を復帰石、安山岩、中条設備、漢字で書きますと柱の城と書きまして、中条設備と申しております。これだけ規模の大きな中条設備は世界でも珍しくて3カ所しかありません。1つ目は北朝鮮は金剛山、2つ目はノルウェーは西海岸、そしてこの3つ目が東進坊になっております。東進坊の岩肌も見てもらえますと、岩肌も亀裂が入っております。縦にも横にも大きな亀裂が入ってまして、見ると柔らかそうな岩に見えておりますが、現実はとても硬い岩石なのがこの岩の特徴となっております。それではこれから船はこの東進坊を代表いたします、絶壁大池も絶壁に向かって船は進んでいきますが、これから向かっていきます大池は入り江になっております。入り江の横で船しばらく止まりますから、写真撮られます方はどうぞ船が止まっている間にどんどん写真を撮りになってください。はい、左側斜め前の方見えてますスーパー定型になった入り江ございますが、こちらが今から向かっていく大池です。約800年前悪僧の東進坊がだから白蓮というお坊様によって突き落とされたと言われている絶壁となっております。はい、では今ちょうど前のお客様横来ましたね。こちらの辺りで船しばらく止まります。はい、この池悪僧の東進坊とながら各年綾姫というお姫様を取り合いましてですね、この崖より東進坊を突き落とされたそうでございます。女性の取り合いですね、栃島のバルサーボースです。さあこちらで止まりますが、見上げてご覧になりますと絶壁の上の方でお客様いらっしゃいますけど、あの辺りで23メートルになります。逆に水深深いところで20メートル、冬場の波の荒い時期になりますと、あの絶壁の上の方に見えてるお土産屋さんのあたりまで波一瞬打ち上がってまいります。この海藻のおっちゃんたまに飛ぶ時ありますからね。広くなったところが見えてきますが、説教時期の岩場です。
はい、船長式見えてきました。こちらも足場が良いためにテレビ、ロケ現場としてよく使われているところになっております。奥の方に見えてますね。奥の方でお客様見学なさっていらっしゃいます。ここが船長式サスペンス主体で流れ着くところです。奥の芸能人がこちらで主体となって流れ着いてまいりました。さあ、テレビ映画の撮影現場としてもよく使われております。はい、じゃあ東進坊タワーも見てください。はい、今上の方にあります。このタワーの真下のあたり、細長い岩が一本立って見えてますが、ろうそく岩になっております。はい、タワーの真下にあります、細長い岩、これそうです。上の丸い部分、ろうそくの芯に例えております。はい、では今左側手前の方に6枚両岩がございます。はい、岩が並んで浮かんでおりますが、6枚両岩、先ほど撮った時案内させていただきました釣りバカ日誌7、こちらでやりましたが、この辺りは映画の撮影現場だけではございません。三国町の浜さん、よくこの辺りで潜ってるところです。浜さん、よく潜ってますけど、大体5月から10月終わりぐらいまでしか潜っておりません。毎日潜っていませんし、潜る日でも遅くても大体10時ぐらいまでで上がってしまいます。なお、この辺りの浜さん、三国町の浜さん、50代、60代ぐらいで若手です。浜さん、中には80寸ででも潜っているおばあちゃんいらっしゃいますからね。80住んでてもまだ阿波さんやってますって頼まってばっかりです。では奥の方についてやっ見えてきました。ここまでが東進坊、約1キロ半の東進坊になっております。はい、ではですね、ちょっと左手奥がありまして、この白っぽいこの岩石までが東進坊。先ほど案内させていただきました大きな穴の開いた黒っぽいは、あちらから約1キロ半の東進坊になっております。それでは、でも東進坊を後にしまして、先ほど乗ってきました船着き場の方へと戻ってきます。はい、船着き場戻ってきますけど、今度右側の方見てください。右手斜め前の方に山連なって見えてます。ちょっと山の上の雲で隠れて見えませんね。あちらの山が国見岳ですね、高津山となっております。あの山の向こう、また遠くの方には天下で有名な越前岬もございます。またも高津山見えてますけど、山の手前の方には港が見えております。はい、この港のところ見るとですね、風力発電の風車立ってます。ちょっとほどくるくる風車もらってますが、その風車の右横のあたり見てもらえますと、大きな石油の立つ見えてます。あちらが国家石油備蓄に伝わっております。こちら石油のタンク全部で30機あります。全部合わせると国で使う石油の約4日分の石油がここには備蓄されております。ではまた正面右側の方、ちょっと船長の前のあたりですね、白い煙突立ってます。1本立っております、大きな煙突。あちらが福井火力発電所の煙突となっております。はい、福井火力です。たまにこの煙突見て原発かって聞いてくる方いらっしゃいますけど、火力発電所となっております。また煙突の下には福井県で一番大きな川、九頭竜川も流れております。この九頭竜川、川の河口のところが漁港となっておりまして、越前ガニの水揚げ港として大変有名な三国港がございますが、皆さん、カニの海流域11月6日からですからね、11月6日から3月20日まではカニの海流域となっております。それでは先ほど乗りました船着き場ご覧ください。はい、左手の斜め前のところは先ほど乗ってきました船着き場見えております。この船着き場見えてますけど、船着き場のさらに向こう側に緑色の屋根の建物見えてます。ちょうど砂浜の真ん中あたりになってますが、あちらが三国温泉ユアポートとなっております。あの辺り民宿旅館たくさんありますけど、湯本はあそことなっております。はい、今ちょうどですね、左手斜め前のところ、沖の方に遊覧船止まってます。この遊覧船のさらに向こう側見るとですね、川の出口の防波堤が見えております。はい、左正面左側の方です。あちらの防波堤が国の指定重要文化財無事特定となっております。この防波堤、明治維新を西洋技術を取り入れて作られました。はい、天狗の防波堤となっております。明治の三大築工の一つと言われておりまして、当時の工事費で約30万円、明治15年に完成した防波堤となっております。ちなみに防波堤で使ったのが、石材が見ていた東進坊のあの黒っぽい岩をですね、明治の初め頃に大玉入れで
いて持ってきたものでやっております。皆さん船到着しますからね、降りるとき忘れ物などないようにお願いします。一度座席の周り忘れ物がないか皆さん一瞬で確かめられてから降りてきてください。カメラや財布や携帯電話など忘れたりなさらないようにお願いいたします。また降りる際ですが、船着き場に船つける際多少船揺れます。はい、船止めるロープありますけど、ロープがピットなどの船で確保できますからね。すいませんが、お席立ってますと船が揺れたとき大変危ないですから、すみませんが、お席立ってらっしゃいますお客さん、お船つけるとき、すみません、お席座っててくださいね、お願いいたします。それではですね、船も到着いたしますが、窓を開けられてるお客様、船へ到着しますから、また窓の方を閉めていってください。それではですね、本船、鉄の町となっております。今、船着き場に行きます。船、この船出てきました。ご存知でも入ってまいりますから、どうもしばらくの間お待ちになってください、お願いいたします。本日は遊覧船乗船いただきまして誠にありがとうございます。それでは皆様、これに段階を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。ありがとうございます。いや、もうすぐなんだよ、もう着きますからね。